中学生です他人が自分に悪口を言ってそうな気がして嫌になります多分 hsp な気がします左妄想なくすれどうすればいいですかどんな考え方で一つすればいいですか1%努力を言いますかえっと何か勘違いしているのは悪口言ってそうな気がするというのを多分もう止めることができないんですなので問題は悪口が言われた時にあなたがダメージを負うというあなたの考え方が間違っています要はその。 悪口を言ってそうな人が悪口を言わなくするという他人を変えることってめちゃくちゃ難しいんですよ。その例えばじゃあそのなんか僕の悪口を言ってそうな性格の悪いデブでなんか眼鏡をかけてるおっさんがいたとしてでその人が僕の見えないところで悪口を言うというのを止めるのって不可能だと思いませんか まあ目の前で言ってたら「いやいややめろよ」って言えると思うんですけどでもその自分の見えないところで人が悪口を言ってたら、まあ、止めようがないじゃないですか。なので他人の悪口を止めるのは不可能であると。ででも悪口を言ってる人がいるというのが気になるというのはあなた自身の感情の処理の問題なんですよ。で、あのー、その幼稚園児になんかデーブとかブサイクとかって言われても「わお兄ちゃんブサイクだよごめんね」とかって言えるじゃないですか。 なので悪口を言われる相手というのが自分に影響を与えない人であればまあそ子供とかであれば別に全然気にならないのが普通なんですよなので別に悪口を言うようなやつって自分に影響を与えなくねで実際じゃあ人が生きていくときにあの周りの1000人の人がいますとその通勤とか通学とかまあその会社とか含めてね一応なんかその認識があるぐらいの人が1000人ぐらいだとしましょう じゃあそのあの電車の中でそのたまたま一緒になるけどあ,あの人確かに毎朝見るよね別に話声かけたことない人っていうのも含めてねでその人たちから全員に嫌われていましたでも会社で仕事をしていてちゃんと成果も上げていて給料をもらっていて管理職の人には評価されていて毎年毎年昇給してで仕事もできていてっていうのであれば何か困ることありますかっていう話なんですよ。 そのなんか毎日毎日電車に乗る時の周りの人はきっとじゃあその人はあなたのことは嫌いですとでもあのそのモブみたいな人とか NPC みたいな人に嫌われることってな何かその自分にとって影響ありますかっていうと超どうでもいいじゃな,いですかなんで僕の知り合いの死んだ坂目をにしてる性格でデブのはの気持ち悪いおっさんっていうのを多分周りの人ってこのおっさん気持ち悪いなーってずーっと思ってると思うんですよね。 なんで、その電車に乗るためになんか気持ち悪いおっさいるなってずっと思われて生きてると思うんですけど、彼はでも別にその周りの人に気持ち悪いとか臭いとか思われてることってどうでもいいと思ってると思うんですよ。たぶ生きてるからね。なので、あの、で、結果として彼はなんかそれなりに幸せに暮らしてたりするので、なので、あの、NPC とかモブがどう思うかっていうのを気にするっていうところが僕は間違ってるんじゃないかなと思うんですけど。